政治家はなぜ不祥事を起こすと入院するのか、古典的だけど効果は絶大、その理由に迫ります。はい、というこんばんは、参議院議員の音喜多駿です。今日の Vlog もスタートしていきたいと思います。12月の2日にこちら収録をしております。今日ですね、今朝ですか、スクープが出ましてですね、自民党の吉川元農水省ですね、この方が、企業から、また賄賂というかですね、贈収賄の疑惑で、今、検察の調べを受けているというようなスクープが出ましてですね、東京地検特捜部の捜査の対象となっているというスクープが出ましてですね、今、永田町では大きな話題になっているところであるんですけども、ちょっとこの件はですね、今日報道が出たばかりなので、私本当にそういう汚職というか、金銭のやり取りがあったのかどうか、そしてそれが、癒着とかですね、政策誘導につかま、つながっているのか、その辺は、今後いろんな捜査が進んで明らかになっていくと思いますけども、注目をしたいのはですね、皆さんにちょっと今日解説したいなと思ったのはですね、この吉川元その推奨、衆議院議員がですね、入院されたということでですね、古典的な手法ですね、不祥事を起こしてマスコミが取材に行ったら入院中ですと、で入院中ですので、ちょっとこういった記者会見等々はできませんということでですね、で党の役職は、病気になったのでね、不祥事云々とかじゃなくて病気になったので、これは党の役職も全て辞職をしますということをこう、書面で発表されて、そのことが今ヤフーのニュースになってですね、たくさんコメントが、ついているわけであります。で、すごいですね、この不祥事が起きたら入院をすると、でかねてから体調不良だったということが書いてありますけども、いや、普通の一般的な良識から見ればそれ 100% 真相わからないですけども、世間一般の普通の良識から見れば、いや、そんなありえないやろと、こんなタイミングで都合よく入院するなんてあるわけないやんけというのが、一般的な感覚だと思います。で、こういうのは社会的入院とか政治的入院とか、そういうことを我々言ったりしますけども、明らかにこれは世間からとにかく身を隠すために理由をつけて入院をしたわけですよね。で、そういう社会的入院を受け入れてくれる病院っていうのは、この業界にはいくつかそういうコネクションがあるんだというような噂もですね、側聞をするところであります。で、本当に体調が悪いのであればお大事にしていただきたいんですけども、今回の件とは切り離して、過去いろんなケースを見てもですね、やはりこうした不祥事が明るみになったり、週刊誌のスキャンダルで撃たれた瞬間にですね、記者に捕まる前に入院をしてしまうという政治家は多く見られます。で、これに対して嘘やんって思ってですね、いや、そんなことして逃げ切れるわけないだろうと、むしろそんな潔が悪いことをしたら評判が落ちてですね、もっともっとマイナスになるんじゃないかと、いうことを普通に考えれば思うわけなんですけども、じゃあなんでこの政治家がこの古典的手段である不祥事が起きて苦しくなったら入院、これを使い続けるのか、それが未だにこの令和の時代もなくならないのかと、いうことの理由を考えてみたいんですけども、これはズバリですね、やっぱりなんだかんだ言ってもこの不祥事が起きたら入院するというのは効果的だからだと思います。で、効果的っていう意味もちょっと難しいですけども、結局このスキャンダル、この不祥事の追及から逃れてですね、政治生命を伸ばすためには入院をするというこの手もですね、かなり有効に現時点でも機能しているということはね、残念ながら、本当に残念ですし、私は全くこの手段を肯定する気はないですけども、残念ながらこの入院という逃げ道は効果的に機能しているんだと思います。確かにこの入院したってなれば、この世間一般も一時期はね、今もネット上そうですし、そんなわけあるかいと、正々堂々記者会見をして説明しろっていうバッシングが火のように一時期は燃え上がるんですけども、やっぱりですね、この入院して身を隠してて、で、外部の調査で新しいネタがどんどん出てくれば別ですけども、そうでもない限り、やっぱり世間っていうのはね、忘れちゃうんですよね。残念ながら。逆にですね、潔く記者会見をしたりとか、日々こう国会活動とかをね、いや、そんな不祥事があっても私は毎日ちゃんと活動しますよって言った方が、やっぱカメラに追っかけ回されて、その絵撮れるし、で、何か発言をすれば、それが内容だと記事になるということで、毎日何かが起きると世間って忘れないし、マスコミも面白がって、それが数字になる間ずっと追っかけ続けるわけですよね。なんで結局そういう風にしてこの不祥事がどんどん大きくなったりとか、話題が大きくなったりとか、あるいは尾を引いていく。だから一方ですね、やっぱ入院をして徹頭徹尾マスコミの前には出ない、コメントをしないということになればですね、やっぱこれは絵も取れないので、マスコミのテレビとかももう流しづらい、使いづらいですし、新しい新ネタが出てこないわけですから、ニュースにならないわけですよね。そうなると世間一般も世間の方々もですね、だんだんやっぱり忘れていってしまう、残念ながら忘れていってしまって、もう次から次にね、こういう政治だけじゃなくて、スポーツ、芸能、いろんなニュースがあって、不祥事もいろいろ起きますから、上書きされていって、世間の人たちは徐々に忘れてしまって、マスコミも新しい数字が取れるネタの方に飛びついていくから、やっぱりこう相手にしなくなってくる。そうなると、こう入院してほとぼりが数ヶ月入院してるとですね、出てきた時にはあら不思議、いわゆるほとぼりが冷めているということになってしまうわけですね。なので、これはね、本当にもう巧妙な手段というかですね、だって入院して診断書も出てれば、それは
一般良識から考えれば、いや、そんなタイミングで都合よくそんなことあるかいと思うことは思ってしまうし、私もそういうふうには感じるんですけども、でもそればっかりはわからないですからね。本当に体調悪い方に、いや、もう病院から引っ張り出して記者会見しろとは、なかなか言いづらいですし、人間としても。で、特に日本人も優しいですからね。で、病院の中までテレビカメラ付け付け入っていけないと、まあ、いうことですから、まあ、この社会的入院、まあ、今回のケースかどうかってわからないですけども、不祥事が起きたら入院をすると。そして、一切マスコミからの取材とか、説明責任から逃げ続ける。まあ、これは、まあ、残念ながら有効に機能しているということは間違いないですし、今後も、何か政治の世界でね、不祥事があれば、こういうことっていうのはまま起きていくんだろうな、というふうに思います。だ、まあ、一つ、やっぱ皆さんにお願いしたいのは、まあ、こういう、まあ、テレビとかラジオしか、新聞しかない時代であればですね、マスコミ報道がなくなってしまったらそこで終わりなんですけども、まあ、今我々インターネットというツールを手に入れてですね、一人一人が情報発信ができる、そして情報が追える時代になりましたから、まあ、ぜひですね、まあ、こういう何か不祥事で説明責任がもう果たさずに、逃げ隠れするのは許せないという方がいらっしゃったらですね、やはりですね、これは本当皆さんに注目を何とかこう続けていただいて、定期的にですね、あの件どうなったんだってこう蒸し返していただいて、それ有権者の厳しい監視の目をですね、この政治家に届けるしかないと思いますので、私もこの、まあ、今回の件かどうかわからないですけども、まあ、こちら政治の世界で何かあった時にはですね、しっかり皆さんにこの重要性などをお伝えするために、引き続き情報発信を続けていく次第でございますので、ぜひご注目とご視聴、ご鞭撻、そしてチャンネル登録をお願い申し上げまして、今日の Vlog としたいと思います。それではまた次回、さよなら。